イブ・トシジロさんのメガテン3もね、佳境ですね。すげえ気に入ってくれてる、あのゲーム。嬉しいね、やっぱね。ジャスティス学園をやりましょう。あ、トシロマイク切っとかないとな。拾っちゃあかんな。よいしょっと。ふう。ててんてってりん。じゃ、出しとくか。よし。で、あれか。とりあえずおみくじじゃねえや。なんだっけあれ。カードか。取れたとこからっすね。これいけっかな。ちょっと不安ではあるんですけどね。ヒョウいければね、ハヤト大吾は結構いけそうなんだよな。ジャス学の、よし。10月か。10月は確かヒョウのイベントはないのか。自主トレとりあえずやりますか。マジで本当にスタミナがねえんだよな。体力がねえっちゃ。まあ、それはいい。溢れてるからね、パワーに。なんかありそうですよね。これでダメだったらあれですね、その記事っつうかね、あれを参考にさせていただいて、まあ、一応9月からやり直すか。ボーマンか。ボーマンの頼みだからってやつか。これね、これだとね、プラスになりますね。プラス4が、え？これドンケかな？この LA プラスになるんだよな、確か。エッジ、ガン、ティファニー、ボーマン。プライオンかな？プライオンですね、これで。素晴らしい。募金の羽。おお、攻撃？潜在キック。おお、そこ上がるんですね。移動で体育館ボーマンってなってんな。10月の移動はティファニーマイナスはないのかな。確かティファニーマイナスにしたいんだよな、正直。一度なんか心は痛む。心が痛むのはまずこの縛りという同棲をやっていないので。ティファニー今何色？緑になっちゃってるかな。ああ、まあそうよね。下げるんだけどな、まあまた。まあ、体育館でウォーマンになってるんでいくか。自主トレか。これ即決がいいんだっけ？心なしか張り切っちゃう。なっちゃん。ちょっとこれなんか失敗な気がするんだけど。付き合う。手伝うがいいのか。あ、手伝うが当たりなんだ。かわいい。
傲慢ね。聖職者のくせにどうちゃらってロイに言われてたかんな。これじゃあ戻りますか。うん。ロードロード。あ、こっからか。下田。セーブしなかったか。へい、へいへいへい。これな。けい。どうで、ボーマン。そうか、付き合うじゃなくて手伝うか。これで上がるんですよね。よし、いい感じですね。中間試験来たな。通関試験ですね。てん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 。16はまあ消していいよな。うん。へい。てん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 。へへい。この罰なんかナルトっぽいんだよな、あれ。なぜだかナルトに見えてしまう。よーい、始め。エアバーストか。はい。ダミスター。そのタイミングだ。そっかそっか、これ引きつけようとするとダメなんだっけ。その程度か。これだけは。その程度か。ちゃんと氷来てるね。やるな。その程度か。タッチダウンか。え、飛行かい。ちょっと待って、これちょっとやり直し。左遷やっちゃったな。でも今までにないタイプかな。飛行かい、タッチダウン。これはひどいな。うっす。行くぜ。自分が眩しいぜ。よーい、フラリモン出るんだ。やる必要なかった。中毒になって。蹴り技はどうなんだ。とりあえずタッチダウン、フラリモン。そこまで出ないな。今何覚えてんだろうな。まあ見ればいいんだけどね。見んのがだるいっていう。いや見ろよっていう。はい、後転、前転、後転、後転、前転、通常、
高天、はい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 、高天、はい、いちいち止めなくていいから楽っすよ。ほい、その程度か。ここまで。交流も出ねえ。まあ通常はボーマンか。行くぜ。自分が眩しいぜ。よーい、始め。そのタイミングだ。これだけか。やるの。やるの。いいぞ。はい。これ投げ外しとかだっけ？投げ外しはあれか、期末だっけ？タッチダウン、パワーウェイ。おー、トリプルタッチダウンとかあんのかな。その程度か。そのタイミングだ。そこまで。弱なんだな、一発ボタンだと。行くぜ。自分が眩しいぜ。ふい。よーい、始め。いいぞ。これ結構いけそうかな。ブルーン、はい、ほい、ほら、これすいったんじゃね。いい、そこまで。え、マジで素晴らしさ。あ、ダメなんだ。え、根性カウンターもダメ。あ、そう、だいぶ辛いっすね。あれでダメなんだ。うっすうっすうっす、スタミナがハイパーダメですね、これ。うん、五輪祭。ランニングどうしよっかな。ランニング腹筋。オッケー、オッケーです。オッケーとしましょう。パツ11の6、誰だ、フォーマン、ロイ、ヒデオ先生来たっけ、ハヤト先生とかじゃないか、じゃですよね、ウィー、上がらない。ティファニーをなんとかして下げたいな、うん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 、残しとこう一応。屋上、ひょう、いつも屋上にいるんだな。うん、おお、これ初めて見るな。このルート珍しいかんな。パシフィックになんないかんな、俺普段。うん、おお、京子先生、塩沢か、珍しいですね、気づかないなんて。
聞いてみる。怖いからやめとく。いや、これ聞いた方がいいんじゃないか。一応チェックしてみますか。うん。11月の C ルートだよね。あれ D だっけ ?D か。B が下道で、A が太陽、B 下道、C が五輪で、D がパシフィックなんだよな。なんで下道が B なのかよくわからん。ん?って感じだよな。やめておくは潜在が上がるらしい。聞いてみるプラニなんですね。怖いからやめるわ。さすがにでしょ。お、不気味に光った女子を見ていた。あ、洗脳された。これでプラス2になるの、わけわかんないかもですこれプラ2になるのか。そうかそうか、これで票を上げられるとこもうないんですよね。あ、ないな。どうせ有効度により3回出現、クリアすれば有効度マックスになるでしょう。ああ、これはあれだよね、あの1月以降ってことだよね。これできんのかな、ちょっと厳しそうな気すんだよな。12月はとりあえずティファニーを下げるにして、そうすればまあって感じかな。下げられるんですよね、ホムーラン競争。なっちゃんが上がっちゃうんでね。だから俺はね、5月はやるんだよね眠くなっちまうぜ。で、これ見逃しにティファニーのロード画面っていうね。結構ぶん回してるけどね、あれやるとねテンポ崩れるんだよ。本当はやんない方がいい。なんかやっちゃうけど、一応ね場所いじれるんですけどね、場所はねなんかねこう動かすよりなんかその場がなんかやっぱ一番いい気がする、今ちょっと動かそうと思ったけどなんか動かしたら気持ち悪くなっちゃうなんか動かすと俺ダメなんだよな。へい。もうこれあと10か。まあいけそうかな。あと5球なら。あ、やろうせ。あ、いいんだ。いいんだった。遅くなかった。いったいった。これはどうすかね。伸びるね。あと2球だからまあそんなには。伸びるね。はい。オッケーオッケー。これミスったらティファニー来んのかな。あんだけの集中して来たらすごいけどね。よし、自主トレランニング。体力全然上がんねえな。どうなってんだ上がってきた方ではあるか。精神はまあね、まあしゃあねえなって思ってるけど、
挟むといいのかなってちょっと思ってる。体育会系、文化系、体育会系にするとバランス良さそうだなとは思った。大悟の圧でかいな。ここにいていいやつのあれじゃないもんな。行くぜ。自分が眩しいぜ。よし、頑張りましょう。よーい、始め。どっか、これからか。やるぞ。やべ。これだけか。これだけか。そのタイミングだ。そのタイミングだ。やるぞ。はい。やるぞ。やるぞ。いいぞ。いいわ、やだな。8K はいい感じだな。ピワリモンタッチダウン。ここまで。いくぜ。自分が眩しいぜ。投げるんだっけ。よーい、始め。はい。いいぞ。そのタイミングだ。ここまで。行くぜ。自分が眩しいぜ。うん。よーい、始め。はい。はい。これだけか。これだけか。いいね。そこまで。同じ蹴りを持つ同士。行くぜ。自分が眩しいぜ。よーい、始め。これだけか。これどうなんだ。あれはあんのかな。あ、タッチダウンもあんのか。フラリモン、非公開、タッチダウン、スーパータッチダウンかな。その程度か。こっちの方があれか、吹っ飛んだ時めんどくさい。なかなかつかめねえ。これあれ苦手なんだよな。受け身狩りが苦手です。自分が眩しいぜ。うん。よーい、始め。これだけか。そのタイミングだ。オッケー。そのタイミングだ。これだけか。オッケー。これだいぶいいな。だいぶいいぞこれ。A、いけたか。危な。ダメだ、 B かもしんねえ。 G はあれやっぱ。 OK。 いやー、まあ B、 まあでもまあ B でもいいけど。あ、やれる。ふぅ、これ S 取ったこと一回あるかぐらいかな。うっす。うん、やっぱそうだよね。空中技はなしと。エッジ参上、蛍光色。行くぜ。自分が眩しいぞ。最終戦始め。体力結構増えたね。あー、すごいな。気力がなさすぎてやべ。その程度か。はいはい、はい、勝利。いいね。あ、黒い表いいね。
先生ありがとう。これゲージは1本ぐらい欲しいな。ふい。あ、ひょうオレンジだ。やったぜ。ミサイルを下げたいんですけどね。はね、ティファニー行きますか。これどこだ？保健室？保健室ティファニー。隠れるティファニー強固マイナス1になってる。なんだ？どういう状況？えい。ティファニーじゃないか。なんか下着っぽい。気分でも悪い。気持ちよすぎて寝てたね。慌ててかかる。いつも隠れんなこいつ。おお、キュポン。え、何したの？あ、京子先生も。いや、これは京子先生がダメでしょ。キュポンじゃねえから。まあらしいっちゃらしいっすけど、これティファニー来んのかな。ティファニー、これはティファニー多分ね、これで青になったと思うんですけど、ダメそうだったらまあロイたちにどこ行く。いやでもな、ロイあげたいわけじゃねえかんな。ヒョウを探す。うん。ん？あ、外いたのか、最初から。ちゃんとでも、ヒョウも来てたんだね。あ、まあ、ね、賑やかなのはあんま好きじゃなさそうだからな。ね。もちろん。あ、なんか優しい感じだ。さてどうでしょう。パラメータ上がりましたけれども、今日は上げられるとかも全部上げたんだけども、うん、ただまあティファニーがどうなのかなっていう、見とくか。赤にはならんか。さすがにな。突発もう一回来ればワンチャンあるのかなぐらいかな。どうしよっか。じゃあ、精神上げとくか、さすがに。OK。これはね、ティファニーに来てほしくない。うん、来るかな。だいぶ難しいらしい。ヒョウは来てほしいな。さて、お、来た。頑張った。ふー、オッケー。表ルート確定しました、ほぼ。それは結構だな。優しい。なんとかなったね。これで表あれじゃない？うん。うっす。いいね。
ああ、来た。来ました。来ましたぞ、ガチャピン殿。5。ん？京介か？だだ。これはストーリーモード的にはあれか、ちょっと決別の兆候が。肩を掴まれたって、ちょっと刀はちょっと兄じゃかわいそうだよな、こういうの見ると。ヒョウがだってこの事件の一番の被害者だからな。一番って言うと、まあでもあれか、いろいろ難しいか。かわいそうだよな。でもこうやって見ると確かに京介とヒョウ。いや、それはちょっと。ちなみにこれはまあ当然まあ上なんだろうけど、押すか、まあ、間違って下にしちゃあれなんで。5なんだ。ヒョウは全部クラゴだな。マイナス2ですね。まあそりゃそうか。嬉しいっすね。5歩。今の家、伝来ご神父。おう、洗剤、ありがたいですね、洗剤上がるのは。ゲージね、頑張って2本にしたいとこだが。よし。だいぶいい感じなんじゃないですか。岩には青と。OK。今日はやっぱ出てこない分、あれか。突発の上がりがでかい。パシフィックじゃないと見れないっていう。面白いキャラ移動、移動はどこだ。やっぱ屋上、屋上にいるんだよね、いつも。うんうんうん。屋上表行こうか。2月も屋上か。だいたい屋上なんだな、やっぱ。いつもいろいろ考えてんだな。うん。素振り肩か。ならないように眺める。まあ下も正しい気はするけどな。あ、機械みたいな。1ミリの狂いもなく。うん、剣術を誰に習ったんですか。いくつなんで。その方だって銃刀法違反。上一択っぽいっすね、さすがに。うん、銃刀法違反前な2になるらしいけど、これちょっと見てみたいな。あ、これもすごいな。すいません。せっかく上がったのに。いいじゃねえか、別に。よくないか。何歳なんですか。まあ失礼だよな。
そっか、ヒョウ16か。なんなら15か。てか、双子だからあれか。京介と一緒なんだよな、誕生日よく考えたら。お、バニペケ、こんばんは。剣術を誰に、まあ兄じゃないの。我流ではないだろう、さすがに。うん、そうだよね。うん、もうこの世にはこれがね、なかなかね、2のねフラグというか、なんというか、2つか、まあ燃えろ、まあでも燃えろジャスティスはまあ2だよね、実質。うん、熱血青春日記2はね、家庭用で出たね、熱血青春日記のパワーアップ版みたいな。一応新キャラ2人とね、新調費とかね、いろいろ調整も入れられてるんですけどね。眩しいぜ。お、覚えた？自分が眩しいぜ。覚えましたね。あれかっこよくない？普通に。俺超好きなんだけど。今日は春坊と電撃やってたみたいですね。春坊を俺に押し付けようとしていたな。遊んであげなさいよ。いい感じですね。私もまあやりましょうよ。なんとなくわかるっしょ。なんだろう。ブレイブルーよりやっぱみんな電撃っていう感じするじゃん。俺は別にブレイブルーでもいいんだけど、食いつくいいのはやっぱ電撃かなって思うね。電撃ギルティブレイブルーみたいな感じじゃね。やんならね、うん。みんなね、だってあれ嫌いだったもんな、ニトブラ。俺好きだったけど。誰もね、来なかったっていう。体力つけてんだよな。とりあえず、なんか、ライン、最低ラインにはちょっと乗せたいっていうのあるんだよな。あ、これは来るんじゃないか？ヒョウのラスイベだ。2月2日。誕生日がね、かなり大事なんですよね、2は。ただね、あれはね、俺のね、誕生日にすると早すぎてね、仲良くなる前なんでね、オリビアが来て、お祝いに来てくれないんでね、後の方がいいっていうね、1月とか。うん。よし、行こうか。やっぱり屋上だな。うん。一番最初の突発か。ちゃんとその辺のね、あのフラグもね、回収するあたりいいですよね。君か。それで済まなかっただけで済ますからな。殺してた可能性あるのに。うむ。ん？おい、気丈に振る舞ってるけど、ヒョウもやっぱりどっかで助けを求めてた感あるよね。京介にも言えないだろうかな、こういうのは。エンディングのあれを見るとね、孤独だったっけ。男女だとね、しっくり。いやでもこれはでもな、友人としてのあれでも全然違和感はないよな。ロイのやつがちょっとぶっ壊れてるだけで。ちょっとなんか助けてあげたいな、やっぱヒョウさんはね。持ってきてくれんのかな。持ってきてくれるか、さすがに。雷蔵学長はさすがにね、雫さんが作ったチョコをね、渡してくれるっていう。さすがに、妻子持ち。唯一のこの作品、妻子持ちなんでね、さすがにそれはできなかった。
まあ、LINE はやっぱあれですね。誰かな、京子先生かな。これがでもあれだね、嬉しいよね。ヒョウが直に私に来る。そしてこの BGM でやる。今のはなんかちょっと暗い、いつもの、ね、暗い感じのあれじゃないんで。刀はちょっと下げてくれますか。本当に出してんのかい。これしか画像なかったとかじゃなくて。本命チョコやった。本命チョコいただきました。かわいいね、ヒョウ。で2月も屋上か。割とでもあれだね、肌色多いっすね。雷蔵が、そっか、結局上がんなかったのか。突発はじゃああれだね、雷蔵があるかもしれんね、まだ。うん、他はないな。もうじゃあ消しちゃっていいかな。だいぶ前からでも消しちゃってよかった。よっしゃ、屋上行こう。うん、少しトレーニングか。復活せい。お、そうなんですか。ではどうすれば。なんか下の方はあれか、挑発してる感じなのかになるよね。だってイラッとしてんのかな。へえ。とりあえずじゃあ上ですね。うん、まあ当たりみたいな。プラ3ですね。まあちゃんとね、自分の己の弱さを理解して教えをこう形。ちょっと間を置いて、うん、うん、筋がいいな。ヒョウに認められるは相当だよね、きっと。うん、お、無名の刀。おお、精神収容。あ、上がった。攻撃、攻撃はこれもうだいぶ高いんじゃないか。だいぶ脳筋になってる気がする。体力もうちょい欲しいかな。突発が2回ぐらい来そうな気も。2個は、まあ、人がいないか。さて最後どうすっかな。読書にすっと、あ、いっか。あ、下がんなかった。下がんねえな、いいや。チート下がったけど、体力。ついにラスですね。起きなくていい。寝ろよ。何時だと思ってんだよ。ちょうどね、2時までなんでね。ああ、とじろう、そう、とじろう帰った後にね、ちょっと中途半端な時間ができるから、やるか、つって。ちょうどジャスティス学園、ああ、やろうと思ったら。ちゃんとね、一発で氷さんいけたんでよかったっすわ。秀夫先生、あ、2個目か。うん、これラーメンがいいんですよね。先生と食いに行くラーメンっていいですね。
あ、秀夫先生うまいラーメン屋知ってそうだな。この笑顔がすごいいいよな。この笑顔はね、さすがの京子先生もキュンと来てしまいますね。うん、ありがてえ。おお、ちょうど体力上がった。いいね、きたー。バニペケもまだあれですか、寝なくて大丈夫なのか。もう寝てるかもしれんけど、ブレイブルーね、みんながやれば別に、みんなでもあんまブレイブルー好きじゃないでしょ。俺は別に全然いいんですけど、かっこいいな、しょうま。あ、そうなんだ、明日休みだからか。休日は強いっすね、やっぱね。ディスガイアやるやる詐欺してんな。ディスガイアやるか、そろそろ。よーい、始め。電撃で、電撃でいい。やっぱやりたくなかったんじゃん。やるな。いいぞ。やるな。いいぞ。このタイミングだ。パンチがいいな。いいぞ。いいぞ。技は変わってる。あ、マッガーレが、あー、やっぱそうなるか。行くぜ、自分が眩しいぜ。はい、よーい、始め。うわー、これ切られちゃうじゃん。あ、ヒョウのでも2プラトンあれか、無理か。どうしよっか。じゃあラブラブにする、ラブラブアタックにするか。ラブラブアタックにしたいな、じゃあ。そのタイミングだ。電撃マサラ売っちゃってるけど、まああいつはだって電撃なんか全部売ってない。キルティもやんねえし、結局。好転起き上がり。まあ、あの GG に期待するのはやめましょう。なんか。あのあれ、トワイライトシンドローム送ってこねえし、自分で買うわ、マジトワイライトシンドローム。もらう側としてね、やっぱね、あれですからね、あんまり催促するのも嫌だしね。うん、言いたくねえし、俺も自分で買うのがやっぱいい。よーい、始め。いや別になんか、だから、最初から送るって言わないでほしいけどな、だったら。ついた。だから めんどくせえことだ。ああ、ロイかな、あれは。リスガイアもしよう。ほう、あぶね、できねえわね。蹴りが、そっか、アキラの蹴りかな、これは。やばスト。ロイの蹴り、あれは。その程度か。あべ。ついた、ついた、ここまで。どうなってんだよ、その声。眩しいぜ。うっし、よーい、始め。特集、前進、合計。つなげ。やんな。ちゃんと散らしてある気がする。それは覚えられない。グランドスラムとこれは覚えられない。結構でも簡単だな、これしか出ない。
その程度か。このタイミングだ。これだけか。ほら。そこまで。やっかり。どっから声出してんの。これか。始め。はい。あ、そこまで。まあ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 。結構いいねでも。うん。日本ぐらいになったかな、ゲージ。まあ、日本は欲しいところね。ちょうど、ツープラ呼べるんでね。ふぅ、眠くなっちまうぜ。あ、出るかどうか。いいよ。募金なら嫌だよ、最悪。うん。今日は教会。うん。いいじゃない。神よ、許しなさい。進級試験。プラスですね。めっちゃあるわ。氷河でも一発で通ると思わなかったな。これどうなんだろうなとは思ってたが。いいね。助かる、そういうの。ダイナマイトステージ、ツイスター。クロスカットあんのか。トリプル拡散。さっき覚えたんだな。深淵客。へい。空中技はなしか。うん。いくぜ。自分が眩しい。一本か。まあ、しゃねえか。始め。その程度か。死んだ。勝利。つえーわけわかんねえこいつ。ツイスターの威力おかしいだろ。一年間ありがとうございました。先生ありがとう。燃えたぜ。減りすぎっちゃう。あ、これそうだ、今日のエンディング撮っとかないとな。はえー、あんな早く行っちゃうんすね。うん、でも男があれだね、あと2人ですね。で、ハヤトとダイゴか。先にハヤトかな。ダイゴが鳥だね。うん、まあ、雷蔵学長にはね、養子にされたっていう。なかなかすごいエンディングが待っていたんですけどね。ああ、お畜生だよな。日向だけなんか河原だったような気しちゃうんだよな。女の子は河原なのかな。あれ屋上だか、まあいいや。相思相愛だな、もう。お
おお、すげえ信頼されてる。いい子なんだよな、だからな、本当に。これ多分俺が今ヒョウを見捨てたら本当におかしくなっちゃうだろうな。おお、溶けるのかこれが。あ、すげえかっこいい。これあれか、呪縛が溶けるエンドなんだ。この人は日本のためになる未来を歩むだろうな。かっこよかった。いいね、ヒョウやっぱ。でもこれパシフィックハイスクールのエンディング曲かかるってでかくね。マジ超関係ねえ。すぐカエルみたいで笑った。カエル。もしかしたらカエルかもしれない。悲しいの。バーニングバッツ。そのうちね、あれもやらないとね。燃えろジャスティスの方。パシフィック、パシフィック。同じ画像結構使い回しになってしまうのがね、ちょっと残念とか、まあ、立ち絵がないかんね、これそこまで。かっこいい、なんかあれですね。政治家のなんか、あれですね、選挙のポスターみたいな。集え国民よ、みたいな。同じじゃねえかよ。パシフィックハイスクールマジで関係ねえ。あー、かっこいい。これいいですね、超かっこいい。あー、そうだって未来のミリオネ、あ、そうだって未来のパトリオット、おー、パシフィック、パシフィックマイ。長いな。終わりが長いな。はい、さすがにでも最後まで、うん、これはね、トゥ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 、はい、終わり申した。パワーとスピード、まあ悪くないんじゃないですか。ケージは2本欲しかったっすけど、まあしょうがないかな。これはね、残酷権がねないんでね、ラブラブライトダブル、ラブラブは、うん、クロスファイヤーキック、クロスファイヤーキックって日向究極の愛の波動、これにしましょう。これしかないでしょう。うん、ティッ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 、うん、なってるかな。たまに納得してない時ありますね、あのスキルクソ弱くなった時。1ゲージすごく高い、まあ、攻撃力は確かに高かった、まあ、普通低いがないからいいかな、変わらずっすね、うん、まあ、いいんじゃないかな。火力はわけわからんことになってたしな。とりあえずじゃああれっすね、うん、2時か、ちょうどよかったね。
ノルマ達成というか、まあ今日はね、そんなにやらないかもしれないですね。うん。配信はそんなにできんと思いますけども。ロード。そうなんだよね。りょうたろうがいないんだよね。あとは、はやと、だいご、かねと。なんか 2体ね、信行あたりがなんか2体いる。いきましょうか、ひょうとの思い出。てんてんてん。てんてんてん。かっこいい。このポーズ似合いすぎるよな。刀。あ、これもあるんだ。結構あるような表情。ビビってるやつもあるし。笑ってる。かっこいい。ビビってるやつあった今。ビビってるやつないの？何みたいな顔のやつ。まあいいか。あ、これで、セーブっすね。大丈夫だよ。ちゃんといるよね。はい。何人クリアした今。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。あとで、まあ、隼人大悟で、女子が5人で18人。で、表明、菅尾明と桜がないから、うん。20人だからな、このゲーム。OK。終わりっすね。セーブして終わるっす。いいゲームでした。うん。ハヤトとね、大悟はね、ヒョウよりは、まあ、いけっかな、やりやすいかな。まあ、ヒョウ、一発でいけたんで。俺がなんかミスんなきゃいけそう。やっぱティファニー下げておいたのがよかったのかな。うん。あ、ストリーツオブカムロ町。入れとかないとな。よし、というわけでね、ドラッコンドラグーンね、最後またね、罰が変えるみたいで、あれどこのこと言ってたんだろうな。ああ、あれか、ボヨンってなってたやつか。最後ドラドラのオープニングを見て終わりましょう。うん、毎日2回ずつぐらい見てる。好きすぎる。あれね。エンディングね、あるんですよ、あれ。3パターンぐらいあるんだよ。2パターン、3パターン、まあ3パターンじゃ3パターンか。歌がまたいいんだよね、あれね。マサルがドラゴンのおしっこ飲みたいって言ってた。気持ち悪い。ゼロ。なんだ。ちょっとおしっこしてきてもいい？黒い花。今日もこれで終わり。何回見てんだろう。でも飽きねえんだよ。やべえんだよな俺。毎日2回ずつ見てんだよ。多い時は3回。さぞや心強きことだろう。感謝せよ。どんな竜でも心強いってわけじゃなさそうだよ、ミカエル。同じように世界に弾かれ、同じように危機感を持って、でも結局殺し合うしかないんだね、私たちは。立派になったな、ミハイル。あ、そういえばあれ買ったんだよな。ハッピーターンの枝豆味、後で食おう。
白いよな、このゲーム。まあ、2章までしかクリアしてねえけど。これは6人の姉妹の物語。歌の力によって守られる世界。だが、一人だけ破滅を望む者がいた。裏切りの歌姫、ゼロ。裏切り。ちょっと汚れてる。なんで HD エディション出てくんねえわな。この間のフェイクだったけど、マジで出してほしい。あ、いいなあ。あいつのダクソ感やばいよ。歌歌よ。生み出した元凶が。ゼロ、待って。死に倒そう。私は。望んでいたよ。こういう狂った世界を。ゼロ様ともう一度やりたかったです。これはご褒美です。私はバカですからね。エヴァンゲリオンでも見よっかな。ヤシマ。次サンダルフォンだっけ。アスカめっちゃツンツンかなと思って見てたんだけど、なんか思った以上に最初から、あ、これシンジのこと結構好きだなっていう。おっさんになるとやっぱりそういうことも分かってくんですかね。というわけで今日はこれまで。それでは皆さん、また会おう。